日本で天才がいるとしたら、僕は一人だけだと思う。小野伸二。もし怪我してなかったら、化け物みたいな選手になっていたよ。と、ラモス・ルイが言う。彼を超える人はいない。プロ選手として見せることが一番の特徴で、誰も小野の真似はできない。日本の宝だ。彼のプレーは味方も敵も見惚れてしまうよね。と、辛口の解説で知られるセルジオ・エチゴも絶賛する。三浦知良、中田英寿、本田圭佑、中村俊輔を凌駕する天才プレイヤーと言われ、その華麗なテクニックは世界中のプレイヤーからも絶賛された小野伸二。円熟期を迎えた小野が2010年南アフリカワールドカップ日本代表のユニフォームに袖を通すことはなかった。同期の稲本潤一がメンバーに選ばれ、遠藤保仁が最多キャップ数の152を記録する姿を小野は遠くから見守ることになる。どうしてこうなったのか。今回は日本が生んだ天才プレイヤー小野伸二について、一つという言葉をキーワードに語りたいと思います。18歳の日本代表。日本代表に選ばれることはとてつもない喜びでした、と小野は言う。1998年春、日本にとって史上初となるフランスワールドカップの代表候補メンバーに選ばれた。18歳と272日でのワールドカップ出場は日本代表史上最年少であり、今日まで破られていない記録。世界最高峰の大舞台に立った18歳の天才は、これを皮切りに通算3度のワールドカップに出場。しかし、その全てが喜びに満ち溢れたものではなかった。98年5月末、ワールドカップフランス大会を率いる岡田武史監督は、18歳の小野伸二を招集し、三浦知良、北澤豪の今まで日本代表を支えてきたスター選手をメンバーから外した。もちろん小野を本大会に連れていくことには賛否両論が巻き起こった。しかし、敗れたとはいえ、10代の天才がジャマイカ戦で見せたパフォーマンスは周囲を黙らせ、日本サッカーの輝かしい未来を予感させた。日本代表の最初の印象は、カズさんやゴンさん。テレビで見ていた選手が目の前にいるんだ。本当にすごいなと。僕らからしたら、カズさんは雲の上の存在。話しかけるのもおこがましいなって感じ。そのくらい特別な存在でした。チーム全体もすごく質が高かった。正直言って誰でも日本代表に入れるという時代じゃなかったですね。今は選手がすぐに入れ替わって、この子も代表なんだって感覚ですけど、当時の日本代表は重みが全く違った。固定されたメンバーの中に入るために壁を乗り越えなきゃいけないという感覚でした、と小野は当時を振り返る。トルシエに愛された男。1999年ナイジェリアで開かれたワールドユースで準優勝。2001年、コンフェデレーションズカップでも準優勝。日本代表は FIFA の公式大会でこれ以上の成績を未だ収めていない。どちらも指揮を取ったのはフィリップ・トルシエ。サッカーに対しては勤勉で真面目な反面、激しい性格とエキセントリックな言動、協会や選手と衝突することも多い、極めて扱いにくい解決。日本代表では小野はどちらも中心選手として活躍。特にアフリカのナイジェリアで開催された1999年ワールドユース選手権では日本代表の主将を任されていた。事前合宿地のブルキナファソのホテルは水道から錆びた色の水が出たり、部屋の中にヤモリは普通に走っていた。最初はびっくりしたそうだが、生活していくうちに慣れて選手全員が一つになれたという。大会期間中には個人をチーム全員で訪問した。若い選手にとって過酷な環境を知り、肌で感じることは結束の強化につながった。1999年7月には膝の大怪我もあって日本代表に定着できない時期もあったが、2大会連続出場となった日韓ワールドカップでは初の決勝トーナメント進出に貢献。トルシエ監督の性格を知れば、愛情を持って自分たちに厳しいことを言ってくれたんだというのはわかりますからね。僕はトルシエ監督があの時の若い自分たちにすごく合っていたと思います。
いろいろな監督の下でやってきましたが、僕にとっては歴代代表監督の中ではトップですね。と、小野はトルシエに感謝するとともに、勝てた要素はゴンさんや秋田さんたちベテランが盛り上げ役になってくれたこと、練習も率先して取り組んでくれたのが大きかったですね。厳しく練習するときはやって、ふざけるところはふざける。自分はストレスがたまるとそれがピッチ上のプレーに出てしまうんですけど、そういうことが一切なかった。ゴンさん、秋田さんが雰囲気をうまく変えてくれたし、長い大会であればあるほど必要不可欠な存在だと痛感した。心から感謝しています。と、この後日本代表として大切な控え選手の献身性も語る。体格や身体能力、走力など個で劣る日本代表は、組織力、チーム力で勝たねばならない。チームが一つになることも控え選手の献身性も十分分かっているはずなのに、4年後、小野は重大な間違いを起こす。天才の躍動。日韓ワールドカップ前、若き小野は浦和レッズから2001年にはオランダリーグの強豪クラブであるフェイエノールトへの移籍が決まる。2001-2シーズンに加入すると、すぐにスターティングメンバーに定着し、ウェファーカップ決勝では強豪 AC ミランを大差で破り、勝ち上がってきたボルシア・ドルトムントと対戦、見事撃破し優勝を飾る。プロ入り後初となる所属クラブでのビッグタイトル獲得となった。フェイエノールト時代のチームメイトである元オランダ代表のロビン・ファン・ペル氏は、小野は天才、オランダ代表の練習で小野より上手い選手はいなかったと語り、同じく元オランダ代表のスナイデルは、今まで対戦した選手の中で最も上手いと思った選手に小野伸二の名前を挙げている。ワールドカップ準優勝3回、ヨーロッパ選手権優勝1回のサッカー大国オランダの代表選手に忖度なしにそこまで言わせる怪物に小野はなった。この海外での高い評価と日韓ワールドカップの活躍で、アジアサッカー連盟から2002年度の年間最優秀選手賞が贈られた。しかし、これ以降小野は故障が多くなる。ドイツワールドカップを前年に控えた2005年、ワールドカップ最終予選バーレーン戦前の練習中に疲労骨折し、さらに以前の怪我の再手術もあり、このシーズンを棒に振った。コンフェデレーションズカップも欠場した。ドイツワールドカップでの挫折。ワールドカップイヤーの2006年1月、古巣浦和レッズへの復帰が決定し、6月に3大会連続となるドイツワールドカップ日本代表メンバーに選出された。中田英寿、中村俊輔に小野らワールドユース準優勝の黄金世代も加わり、歴代最強の強力なメンバーを揃えたと言われ、日韓ワールドカップベスト16を上回るベスト8入りが真剣に取り沙汰された。しかし、小野のサッカー人生にとって大きな転換期がドイツワールドカップの本番で訪れる。大切な初戦のオーストラリア戦、午後3時のキックオフ、温度計は前半途中で32度を示していた。日本とは違う、いるような日差しの強さを感じさせる暑さがじわじわと選手の体力を奪っていき、後半途中には選手の足が止まり始めた。体力の消耗はミスを誘い、思考も低下させる。後半38分、ジーコ監督は柳沢に代えてミッドフィルダーの小野を投入。1対0の日本、ジーコは小野の個人技でこのまま逃げ切れるかと思ったが、皮肉にも小野の交代直後に体格と体力で勝るオーストラリアのパワープレーが当たり、3失点で屈辱の大逆転負けを喫した。世界に名を馳せた天才小野は、この大会の出場はこの試合のみに終わった。ロスタイムを入れても小野の出場時間は10分そこそこ。日本代表は1分け2敗というグループリーグ最下位でこの大会を去った。その後、悪夢のようなドイツ大会を振り返って小野は、やめようかなっていうくらい気持ちが落ちましたね。サッカー人生で初めて引退を考えました。と、当時のショックのほどを述べている。歴代最強と言われた日本代表。多くのマスコミは敗因を中田の孤立、世代間あるいはレギュラー組と控え組、
チーム内に派閥ができバラバラになったと。また歴代最低の雰囲気の日本代表、小野は試合に出られなかったために不満分子となっていたと噂された。ただ小野たち黄金世代を擁護する声もある。中澤裕二は紅白試合では中田率いるレギュラー組より控え組の方が強かったという。試合に出たい、黄金世代は獣のように飢えていた。後日先輩扱いされた小野はそれらの質問にこう答えている。ドイツワールドカップはそういうチームを支えるゴンさんや秋田さんのようなタイプの年長者がいなかったことが敗因とも言われています、という問いには、それはありますね、僕も26歳になっていろんなものが見えていたけど何でも言えるタイプじゃなかったし、当時のチームは年上の人が多くてなかなか言えなかった、それでも言わなきゃいけなかったと思います。引退を決意されていた中田英寿さんとはどのようにコミュニケーションを取られていたのでしょうか。ヒデさんがどこまで引退を考えてたかは誰にも分かんない部分でした。ただもし引退するって決めていたのであれば、みんながもっともっと一つになって絶対にいい形にしようって体制は作れた。ヒデさんのためにみんなで一つになりたかったなと今も思います。呼ばれなかった男。2008年1月に浦和からドイツブンデスリーガのボーフムに移籍した。8月20日のキリンチャレンジカップのウルグアイ戦に小野は2年2ヶ月ぶりとなる代表復帰を果たした。ペナルティーエリア内に走り込む中村健吾に得意のダイレクトスルーパスを通し先制点の起点になるが敗戦した。この試合後、監督の岡田は一部の選手に見切りがついたという趣旨の発言を残し、これ以降小野は代表に招集されなかった。ボーフムでは9月に監督が交代後からスタメンでの出場が増え、ボランチやトップ下でプレーし、ハンブルガー SV に勝利するなど低迷するチームの浮上に貢献した。好調を維持していたがシーズン中に移籍することになる。2010年には南アフリカでワールドカップがあるためだ。2006年と全く同じように2010年1月に日本の J リーグチームに移籍する。高校時代から獲得の意志が強かった清水エスパルスからのオファーを受けていた。小野が復帰した清水は開幕から10節まで無敗の絶好調。フォワードの日本代表岡崎慎司が活躍できるのも小野から素晴らしいパスが供給されるからというのは注目の一致するところ。18歳で代表に選ばれた天才小野も長く故障に悩まされてきたが、今は最高に近いコンディション、能力は折り紙付きですと当時のサッカー担当記者は日本代表入りを強烈にプッシュする。しかし2010年5月10日に発表されたサッカーワールドカップ代表メンバーには小野の名前はなかった。1998年には岡田監督自らが18歳で日本代表に抜擢した小野を切ったのだ。試合に出られなかったために腐ったみかん、不満分子となった小野という前回ドイツ大会の情報はもちろん岡田監督の耳にも入っている。今回のチームにフィットしない、故障が多い、コミュニケーション不足、チームを盛り上げられる存在でもない、献身性といったことも理由かもしれない。同期からは稲本潤一、遠藤康人が選ばれ、見事グループリーグを突破しベスト16入りを果たす。この戦前予想を大きく覆した南アフリカ大会を表してチーム一丸となっていたと代表の大久保嘉人は振り返る。試合に出ているメンバーに対し外れる選手も出てくる。岡田監督が守備重視へと戦術変更を決断した最初は5月30日の直前に迫った親善試合イングランド戦で、それまでのメンバーから外れたのは楢崎正剛と中村俊輔だった。特に中村俊輔はその経歴を考えればメンバーから外れた悔しさが態度に出ても不思議ではない。ところが大久保は中村の献身的な姿を見て決意を新たにしたと話す。南アフリカの時は俊さんとか急に外れて、でもそういう人たちが俺たちにタオルを絞って手渡してくれるんです。そんなことをしてもらったら試合に出ている俺たちはなおさらのことやらないとって思いますよね。そうやってチームが一丸となれたと思いますと語る。僕にはサッカーしかないですから
日本代表への未練はありますか？どうですかね、日の丸を背負いたいのは誰しもがいつまでも持ち続ける気持ちなんだと思います。ただ若い世代が頑張ってる姿は嬉しく感じますね。日本がこの先ワールドカップ16強の壁を越えるためにはチームが一つになることが大事なんじゃないかな。一つの輪になった時に初めてそういう結果が生まれる。多少の運も必要ですけどね。と一つという言葉を2回使い、チームワークの重要性を小野は訴える。2022年1月28日北海道コンサドーレ札幌と生涯契約を結んだことが発表される。小野は北海道は第二の故郷と思っている。この先どういう形で現役を辞めるかわからないが、その後も僕の経験を伝えながらクラブにいい還元ができたらと思ったとコメントしている。今は多くの経験と挫折からチームが一つになることの重要性を小野はもちろんわかっている。